よろしくお願いします。マサです。分かってます、美穂さんと僕全然気づいてないじゃあすみません、はい、マサさんありがとうございます。仲良くなりましょう。乾杯。チュー。よろしくお願いします。旅する勝間だけ。まぶし、おはようございます。こすけです。昨日ですね、突如ですね、キャンプの松山家と、今からですね、RV パーク、どこかのね、RV パークに行くということが決まりました。ここでね、キャンプする予定だったんですけれども、今から片付けてですね、まあ、お姉ちゃんのね、今日三者面談があるので、それをしてから一緒にですね、ジャパニーズ RV パークを楽しんでいきたいと思っております。まさかおはようございます。昨日ありがとうございました。いや二日酔いはまあまあ残ってます。まあまあ残って、僕も動けてない。動け、確かに。ちょっととりあえず片付けをしたりして準備、うん、サウナできる、まさに。逆にできる。いや、行こうと思えば行ける。でとりあえずあと車検のトゥループを取りに行きたいから、はいはい、最悪一緒にちょっと行ってもらってもいいですか。いいいいし、足車がなくて。オッケー、すいません。何時に？おはよう。今9時。あ、だリンカの三者面談があるから、まあ、ゆっくりで全然大丈夫です。その後にサウナですか。うん、サウナは午前中にやろう。で、車検は？車検はもうできるだけ早く取ったりした方がいいからみたいな。あ、じゃあ午前中に。午前中に。オッケー。うん、そんな感じで。俺ちょっと編集する時間あるかも。だ、全然ある、全然ある。大丈夫です。じゃあ行きましょう。そんな感じで。全然僕撮影できてないです。知ってる。これがリアルだから。撮影できてないっていうのが。じゃあみんな遊び行こう。あ、じゃあトランポリン。トランポリン。めっちゃ綺麗だね。どうだったコーラ？美味しかった。シュワシュワした。喉に穴開いた？開いてない。開いてないんかい。開いて開かねえね。旅する勝間岳。仕事中すいません、まさくん。いえいえ。ちょっと今から車検を終わったトゥループキャリアを取りに。トゥループキャリアね、はい、見たい。ぜひぜひ。ちょっと一人じゃいけないんで。おお。野球部そうだねキャッチャーだから、ね、そうか、全部作ってくれるね。そう、よろしくお願いします。こちらのトラックで行きたいと思います。運転でグループキャリアを取りに行きたいと思います。あ、コースケ1個聞いていい？どうぞ。これもやっぱそういう仕様なんですか、これは。これね、腰が悪いからボンが置いて硬くないと腰痛くなっちゃって。そういう運転しづらかったら僕もらっちゃいます。いや、大丈夫。うん、背が高いですね。うん、そう。コースケさん身長何センチ？僕170。おお、俺よりでかい。まさくんいくつ？66とか7とか。あ、それぐらいだ。でもそんな感じだよね、画面通りだよね。あ、嘘。うん、画面よりちっちゃく見えます、松山家って言われるよ。多分そう、そう。でもなんか僕が小さそうだなと思った。あ、キャンピングカーにいる僕とか見ると。あ、それは確かに、それを見ると分かるよね。画面にいる人ででかく見えがちだからね。見えがち。と右です。そっか、今のフィアット右ハンドルのくせに左がにウインカーあったり。ああ、そうだね、そうなってるね。結構困り利かないから、これ利かないね。うん、オイルベース長いから。今日の助手席は美穂ちゃんじゃなくて康介さんっていうことになっちゃった。珍しいパターン、うん、おー高いねこれは、うん、やっぱり海外のああいうでかいトラックとは違う、こういう日本の。いや、似てる似てる、似てる、感覚が似てる。似てる。だってけど横幅とかね、小回り効かん感じとかもすげー似てる。あー、そうだ、ホイールベースが長いもんね、あれもね。あ、そういうことね。うん、こないだでも一回フィフス引っ張ってきた人が来て見た。え、イブさんじゃないんですか。いや、山田さんっていう、イブさんがそう来た時のリンディスの時に。フィフスは圧巻だね、うん、あのデカさ。うん、
あれすげえよね。うん、すごい。あれは住むために作られてるから。そうだね。住む重視がすごい。住む重視やばい。左です。はい、あ、そうか。全然説明をしないっていう。あ、来てるけど大丈夫かな。あとしかも制限速度俺絶対守ってる。あ、そうなんだ。でもそうだよね。日本は80キロなんだ、原因は。向こうどう？いや、多分一緒。80キロ。普通の車が走ってるやつ。一緒。だからハイウェイは100か120か110か。100、120出せるんだ。あるある全然。すごい。あるよ。日本はもう牽引してたら80キロしか出しちゃいけないっていう。あ、もしかしたらそういうルールあるか。100キロ出しちゃいけない。その知らないだけで。そうけど、とりあえずめっちゃ怖いから全然出してない俺は。ああ、そうだよね、うん。あんなんでスネーキング起きたらもう自殺行為でしょ。一回ふにゅってなっただけでも俺一回なって、うん、まっすぐ、まっすぐ、うん、死にかけた。すごいビンビン走るな、これ。ビンビン走る、結構パワーある。到着です。旅する勝間岳。接続がなりちゃん完了しました。着きました。うん、旅の準備ができました。これで旅行って今からお出かけするの。なにちゃんも行く？うん、行こう。まさ、うん、さん、まさくんちと一緒に行くんだよ。え、こっちの車と一緒に。まさくんちと一緒に旅する。これ、はい、これかい、これかい。で、今ですね、とりあえずこれで持ち船にそう行こうということになって、 RV パーク、ジャパニーズ RV パークをね、代表する僕の大好きなね、RV パークの一つですね。そこに向こうも撮ってる行きたいと思います。で、これからですね、最後にまさくんと一緒にビーアゲンビレッジのね、テントサウナを体験して整ってからね、ご飯を食べて出発できたらいいかなと、そんな感じで行こうと思います。ねえちゃん、レッツゴー。いいね。シュスウィーン、ユカポラピークセペナーデポーション。船もあるやつ。そう、船も全然使ってないんだよね。もったいない。もったいない。ツーストだからね、海で使えなくなっちゃったね。ツーストの船なんだ。そう。今フォーサイクル、海はフォーサイクルじゃないとダメって。ジェットも？ジェット多分湖だけでしか使えない。ダメ中でございます。あ、ありがとうございます。じゃあもう行けますね、僕たち。いや、もう着替えてきます。はい。久しぶりに水着着る。あの、生ムナギが見れるってこと？生ムナギも見れる。やらんでも。ただ、このカナダから冬に帰ってきておきにかかわらず、水着を持って帰るっていう。そう。それはね、最高だよね。人生楽しむぞっていう人の証だよね。正解。本当そう。めっちゃくさい。パパのおなら。めっちゃくさい。おならだもん。くっしゃいね。よし、これで火をつけていきますよ。火？うん。火じゃ危ないくらい。危ないよ。熱くなっちゃうよ、こん中。これがサウナです、なりちゃん。なんだ？サウナ知ってる？知ってない。知ってない？うん。こん中で汗いっぱい出すの。サウナ？うん、汗。汗？そう、汗。汗？そうよ。うん、見てなり、すごい日。こんにちは。今35度、こすでにこの中。煙がまだね、温まってないから、こっちの手前にね、出てきちゃうんだけど、煙突か。煙突がね、温まれば、全部、煙は煙突から出てきます。特に押して。いいね。押して、こんな感じ。ガラスでね。こう見えるようになってて可愛いです。よっしゃ。なんか準備早くない？え、早い。だってもう煙出てるし。煙、そう、もうちょっとでさ、もう早いな準備が。しかも水着。水。みほちゃんの実家に置き忘れて。あるつついて。そう。でもこれでもいけますっていう。これがあの生ムナゲとギャランドでございます。やっと見えました。地球ウィゲもあるし、ね、ちょっと待って、今どんぐらいになってるか見てみよう。温度がね、80度以上、90度ぐらいいった方がいい。今
度ぐらい温度計がついてる。あ、もういい感じよ。もう70度超えてきてる。うわぁ、熱っ。まだまだこんなもんじゃないから、あと50度ぐらいがあります。マジ早っ。まだつけて10分ぐらいしか経ってない。そう、10分ぐらいしか経ってない。おー、これが噂のテントサウナ。流行ってるらしい。流行ってるやつね。あのとんがりコーンみたいな帽子はもうね、僕たちタオルで。タオル、うん、タオル頭にかぶる。あれ意味あるの？あれある。もう頭とかね、ロウリュした瞬間に超痛くなるから、暑くて。絶対に必要だから。僕たちはもう毛がない。タオルでいける。で、口も塞げるし、タオルだったら。はいはいはい。これも次のターンで入れる。おー、染みてた。あー、いい感じ。いい感じになっております。もう入れます。これから100度近くいってるんでね。はい、ではね、準備できました。まさくんもね、準備できました。私も準備できました。みおちゃんも一緒に3人でこれからね、入っていくという感じでございます。いつもこう、みおちゃんのサムネが水着だった時すぐ見ちゃったけど、それを今生で今日見れるということで。コウスケ、感動です。サムネ用のやつ。イケメンと美女と入っていきたいと思います。行きましょう。あ、もうやばいね。どう、まさくん。でもめっちゃ気持ちいいね。気持ちいいよね、うん、外見ながら最高だ。あのかっこいいキャンピングカー見ながら、うん、すごい湯気。湯気出てる。やばい、なかなか自分から湯気出る。何を行きたくなる。全然これ夏な感じしてんだけどね。ああ、そうだよね。まあ、気候もすごいいいよ、珍しく。だってもう雲一つないんだから。ないね。スーパーサスーパーサウナ日より、うん、じゃあ3セット目行きたいと思います。はい、今ですね、これからりんかちゃんと中学校に行って三者面談ですね。これをしてからRV パークに行きたいと思います。お待たせしております、まさくんたち。すいません。りんちゃんも行くんですか？行かないです。これがリアルですね、はい、旅する勝間だけの。もう1年に1回でいいんだもんね。はい、わかりました。ということで、お姉ちゃんは行かないということなので、まあ地下も行かないかな。行かないと思う。地下も行かないんでね、多分5人と4人家族で行きたいと思います。とりあえず三者面談ぶちかましてきます。三者面談今行ってきました。どうでした、りんかちゃん？びっくりしましたね。びっくりした。成績が思いのほかどうだったってこと？思いのほか、もっと本当に2とか1があると思ったけど、うん、全然なかった。3と4。いや、すごい立派で、3と4がね、ちょうど均等にあるような感じでね、なかなかいいですよ。パパはそんなに良くなかったので、先生からもね、いろいろ率先して動いてくれるということでね、褒められておりました。友達は少ないけど、そんなのいいんだよね。いや、頑張って中学校生活やってってください。はい、パパもなんかちょっと楽しかったです。自分のクラスだったから、昔いたね。ありがとうございました。旅する勝間岳。え、サプライズしていいですか？もうサプライズ。5200円。いい線いきましたね。200円出ちゃいましたけど。店があるっていう。全然知ってる。京都の松山県が来た。おー、よろしくお願いします。乾杯。キャンプの松山家さん、感謝だった。サプライズです。本題よ。本田さんが僕の視聴者さんで、今こっちはこっちで大人の会でシーシャを吸いながら楽しんでいて、こちらでは子供たちがもう自由でゲームやったり、ナルトみたいな。